セルビア十字セルビア十字は十字の一種である。セルビアの国家と国民の象徴とされる。中央に十字があり、その十字で区切られた四方に外側を向いた C 字型の文様が配されている。パレオロゴス朝東ローマ帝国の旗セルビアの国章を4つのシンボルに挟まれた十字というモチーフは、キリスト教を公認したローマ皇帝コンスタンティヌス一世のラバルムに由来し、 東ローマ帝国の効果にも描かれた。6世紀頃から、この四つのシンボルは、日ち鉄と解釈されるようになったが、同時にパレオーロゴス王朝の皇帝のモットーである、ベータアルファーシグマヨタラムダイプシロン、ベータアルファーシグマヨタラムダオメガニュー、ベータアルファーシグマヨタラムダイプシロン、オメガニューベータアルファーシグマヨタラムダイプシロン、ウプシロンニュータウオメガニューの頭文字である、ギリシャ文字の、 ベータとも解釈されるようになった。この十字は中世以降、東ローマの影響下にあったセルビアにも取り入れられ、セルビア国家及びセルビア正教会の象徴となった。そのきっかけになったのは、1345年4月16日にステファンウロシュ4世ドゥシャンがセルビア人とローマ人の皇帝を称し、翌年にはセルビア帝国皇帝に即位して以来のことである。 今日では、セルビア十字は、セルビアの国とセルビア人の国家的、宗教的、民族的象徴となっている。近代になって、十字の周りにある四つのシンボルは、キリル文字の、の字だと解釈される。また四つの C は、よく知られたセルビア語の語句で、セルビアの国家の非公式のモットーでもある、あるいはの頭文字であるとされる。セルビアの国章にも、 この十字は使われている。ありがとうございます。